里崎チャンネルジョッ。こんにちは。さあ今日はなんかちょっと面白そうな企画ですね、はい、今日はですね、はい、Under-23 の日本のベストラインを決めようっていう。おー、だからまあサッカーだと、はい、ワールドカップがフル代表ですね、はい、でもし、まあ、今年東京オリンピックないですけど、はい、東京オリンピックは U23 で、はい、23歳以下の代表で、まあ、メダルを争うわけですよね、はい、まあ、野球にも Under-23 とか Under-18 とか、はい、15とか、うん、12とかカテゴリーありますけど、はい、断ったりするじゃないですか。 Under-23 とかだとプロ野球だとね。あ、だからもう、はい、仮に東京オリンピックが Under-23 だった場合、野球も、うん、どれぐらいのガチ選手で戦っていけるかっていう、23歳以下でベストラインを決める、うん、おー面白そう。だから今全く考えてないんで、はい、誰が入ってくるかも分かんないですけどね、はい、年齢がでも23ってなるとですよ、うん、結構限られてますよ。だから大卒1年目までですね、はい、でしかも、はい、このルールはだからまあ24歳になったらダメなわけですよね、はい、1996年の5月生まれまではもうアウト、はい、あ、なるほど、24歳になってる。今これ5月なので、はい、現時点で23歳そうですね、だから6月生まれからさ、6月生まれ以降に生まれた人が先行されるルールです、はい、1996年の5月生まれの方はもう24歳になっちゃってるからもう選ばれない、はい、もうガチの Under-23、はい、野球侍ジャパン日本代表のベスト9プラス先発中継ぎ抑えを1人ずつ決めようっていう。はい、わかりました、はい、じゃあちょっと今からメーカー見ながらはい、調べていくんで本当に今から選びます。はい、じゃあ西武っすね。だからまあ候補で言えば、はい、22歳今井達也選手ですよね。あ、22歳かな、はい、甲子園作新学院、はい、高橋光成前橋育英か、はい、だから基本高校出身が選ばれやすいですね。そうですね、基本的にそうなりますよね、はい、であとは、まあ、やっぱ結果出してるやつじゃないとね。あと中継ぎだと平投手ですね。あ、21歳、去年終盤ね、はい、いい感じの速球投げたんで候補ですよね、はい、森も25歳、森入んないんだね。入んないんで、もう25歳なんだね。そうなんです、意外と早いですね、時が経つのは。早い、7年目だもん、今年、うん、時を戻そう、はい、ペコパですね、ペコパですねその後はシュウペイさん何も別にすることないですよね。はい、こうやって野手いないね、ガチレギュラーは。そうですね、はい、じゃあ次ソフトバンク、はい、だまあ今ね怪我してますけど甲斐のね、あ、はい、ソフトバンクは今年24歳ですけど、はい、11月生まれなんで、お、現時点では23歳、いける、はい、いけます。高橋純平投手もいきますね、23歳。結果は出てないですけど、すごいって言ってた砂川リチャード選手とかどうですか。はい、そうですね、じゃあまあ後々ですね、後々バランス見て、バランス見て21歳ですよ、はい、おー、周東24歳、だ早生まれだから23年目ですもんね。だから2年目までじゃないとダメなんです、ダメですね、大卒は、はい、楽天、はい、楽天いいのいんの、楽天若い選手どうでしょう、まあ、藤平投手が一応22歳なんですね。まあでももう今の、うん、そうだね、うん、でも今のメンツでいったらもう選ばれないね。そうですよね、うん、堀内でしょ、キャッチャー今よ、私も言ういいんじゃないですか、キャッチャー堀内ですね、はい、候補としては、イエーイ、後輩後輩。野手で私今推しが黒川選手なんですけど、どうですか。まあそれはもちろん1周回ってだね、2周目だね。浅村選手とか藤田選手とかも超大絶賛の高卒ルーキーです。あと渡辺義明だね。あ、入ります、はい、23歳なんで。そっか、去年がルーキーだもん、はい、あ、そう、辰巳とかどうですか、辰巳選手。そうだね、入るで、オコエ、あ、ほんとだ、辰巳、まあこんなもんかな、楽天は。そうですね、次、ロッテ、うん、ロッテどうですか、今の若手は。種市だね、22歳エース候補じゃん、まあ、お、そうです ね、まあ、あと佐々木朗希いるけどね。いや、ちょっと見たいですよね候補に入れときましょう、見たい見たい。うわ、東入れない、4月生まれ。あと左、小島だね、小島岩下、ちょっと右左両方欲しいですしね、うん、ピッチャーも。野手どうですか、野手、安田、あ、平沢、あ、平沢選手、藤原さん、はいはい、あ、藤原選手いいじゃないですか、かな、こんな感じかな、いいですね、うん、日本ハム、日ハム、吉田康生いる、堀瑞希、あ、堀選手いいですね、うん、石川直也選手、うん、いけるね、いけますよね、うん、いいね、清水優選手、アウト、5月、
5月22日誕生日惜しい。大丈夫、堀内選手がいるから。清宮幸太郎いる。お、あと平沼翔太、そうですね、うん、で次オリックス、はい、山本由伸。お、22歳だもうエースやな。エースだわあ、決まった、もう決まった、もう決まった、エース、やった、来た、いた、すごいのがいた、すごい若い、うん、あ、田島選手いける。そうだね、田島いけるね、はい、左。あとキャッチャーいたよ、頓宮。おー、あー、中川圭太、4月12日生まれ。あ、ダメだ、絶対レギュラーだったのに、アウト。惜しい。外野、西浦隼人、西浦選手、うん、あ、去年77試合出てるんだ、うん、あれ、宗選手もギリギリいける。宗、ギリギリ、うん、ギリギリいけるね、はい、宗。お、パリーグ終わった。じゃあジャイアンツ、はい、ジャイアンツは、まあ、ピッチャーでいう方、高橋優希、うん、岡本和真いたー、うん、だ、誰、岡本和真、あー、え、ハイルス4番いたね、4番決まった、うん、4番決まったね。1996年6月30日生まれだからセーフ、セーフ。そんなもんなのか。そうですね、そうだね、そうですね。じゃあ次は DeNA 上茶谷いけるね。あ、京山いけるね、京山。あ、やっぱキャッチャーで若いのはなかなかいないね、やっぱり。まあそうですよね、うん、やっぱ一軍で行くのにはやっぱ時間がかかっちゃうね、うん、あと伊藤幸也選手、うん、あと細川だね。じゃあ次阪神、はい、あと望月だね、ピッチャー、23歳、うん、これはまあ今っていう将来的に希望が持てる、はい、去年8試合登板ですね。上田海、7月生まれ、足のスペシャリストなのに、あ、こんな感じか。いや、若い人がなかなかいないね、はい、広島、はい、森下とかね、まあ新人だけど、ね、新人だけど、まあ入んないけどね、入れちゃわないけどね、はい。この山口翔、21歳もいいピッチャーなんだけどね、これから、まあ、入ってこないけど、これからの期待できる、ね、うん、選手。あとキャッチャー、中村翔成ね、未来に向けてどこまで頑張れるか、はい。坂倉選手はどうですか。お、坂倉いいね、坂倉入ってくるね、入りますね、22歳なんで、うん、しかも坂倉は外野でもいけるからね。おお、そっちでも、うん、あ、例えば小園だよね。そうですね、うん、小園選手、こんな感じかな。はい、中日、小笠原、ね、お、小笠原選手、うん、23歳だ、今年23歳。橋本裕樹っていうのも新人だけどいいピッチャーなんだよね、左で。そうなんですか、うん。あと梅津ですね。あ、これだから甲斐の梅津、はい、上茶谷のね、東洋、はい、サンバガラスですね。あと鈴木博士ですね、鈴木博士選手、うん、23歳。あと藤島健人ですね、藤島健人、はい、これいいピッチャーですね。もう全員見ていくことないからね、はい、選手名鑑を、すごい全ページめくってますよ、うんうん。そう、ネオがいる、はい、入ってこないけど、まだ 今のままじゃ、まだ今じゃ、うん、今じゃまだ入れない、2試合しか出てない、うん、打率ゼロですからね、まだね。こんなとこかな。最後ヤクルト、はい、もうヤクルトはいるじゃないですか。ヤクルトはいいのがいるからね、はい、あのもうバッチシ、はい、本当はな、なんか奥川選手とかね。そうだね、うん、ちょっと見てみたいですけどね。あとピッチャーこれだね、梅野、梅野選手、うん、梅野優吾選手、うん、いい力あるストレート投げる。本当だ。あと高橋奎二、左、これはもう今年大注目。へぇ、あとはこの長谷川宏樹、これも高橋奎二以上に大注目。ソフトバンクに育成で入ってヤクルトからで、あ、あ、いいって言ってた、そうそうそう、はいはい、まだ結果は出てないけども、うん、まあ大注目だから、ヤクルトも楽しみな選手多いんだけどね。あとまあキャッチャーだと古賀、あと野手だと広岡、あとまあ太田健吾、はい、とやっぱ村上、村上選手ですね。もうバチッと入りますね、村上、岡本のクリーンナップだね。はい、そんな感じ、そんな感じかな、ね。さあ、ということで、はい、候補が出揃えましたけど、結構何十人かいますね、うん、いろいろいいチームを作れる、うん、はい、って考え、やっぱでもピッチャー多いね。あー、まあそうですね、比較的出しやすいね、成績、はい、ピッチャーの方が見やすいです、ね、あとチャンスも多いしね、はい、野手に比べると。確かに。でもまあエースはやっぱりオリックス山本由伸っすね。はい、もう文句なし、エース、はい、エース山本選手、はい、でキャッチャーは、まあ、楽天堀内っすね。お、やったー。やっぱキャッチャー候補がやっぱ少ないですね、まだ。そうですね、そのやっぱりなかなかキャッチャーはそんな簡単に1軍の試合出れないんで、はい、なかなか20代前半から試合出てっていうのは、まあ、なかなか難しいですよね、はい、だから他でもこうでも古賀とかね、ヤクルトのってなってきますけど、はい、まあまあ実績で言えば堀内ですね、結構出てますから、はい、はい、でファーストはやっぱ村上ですね。そうですね、ヤクルトのもうこれはもう不動ですね、はい、でサードは岡本ですね。サード岡本選手、まあ、センターは
まあ、辰巳ですかね。あと必ず、あとはまあショートは小園ですかね。ああ小園選手、はい、はい。あと外野ではまあ宗とか、はい、伊藤幸也、はい、細川、いや入ってこないね、入りません坂倉、ライト胸ぐらいで行こうかな。行きますか、うん、セカンド平沼だね。平沼選手、うん、日本ハム、はい。細川使おうかな。レフト左多いし、細川選手、うん、宗、はい、辰巳とも左だし左が多いからって感じですかね。はい。で今これでじゃあ野手、あと DH どうします？まあ DH は競争だね。安田、清宮、まあ、坂倉、見るとオコエ、頓宮、伊藤、競争だね。競争、うん、争えと。そう、そこが。はい。やっぱピッチャー多いね。でも抑え、この中で抑えだったら石川かな、日本ハム。実績で言うと藤島も外せないな。いいですね。うん。藤島やっぱ中継ぎだな。中継ぎにしよう。藤島。平もいいしね。ああ、そうですよね。だからまあ先発はローテで回すと山本、はい、あと種市、うん、で今井、まあ、左に田島とか小島とか高橋とかが入ってきて、うん、中継ぎとかだと平、海野とか藤島が入ってきて、抑え梅野もいいんだよね、ヤクルト。梅野にしようかな。梅野選手。うんっていう感じだね。はい。そしたらまあ石川選手ね、中継ぎのところでもね入りますしね、うん、いや、いい選手多いですよ。そうですね、うん、すごく打順まで決めますか。もう辰巳小園とかで行くしかないんじゃない、ね、そうですね。1番辰巳小園、1番辰巳、2番、そうなるともう3番村上、はい、3番岡本、4番村上になっちゃうね。左で来るから。あさすがにそこで考えて、うん、岡本選手3、4番で、4番村上選手、5番にも DH の人たちが入っていて、はい、競っていただいて、6番あとまあ平沼選手、細川選手、宗、ね、選手で選手、細川は、まあ、そこら辺はもうそのと調子だね。そうですね。ああで9番が堀内だ、ね、堀内選手、うん、もうこんな感じじゃない、はい。まあ、あとはもうこのチームの中の監督の手腕ですからね。ピッチャーいいね。いいですね。いやもうエース山本でなんかいいチームな感じがしてしまうっていう、うん、で種市、今井とかもいいし、うん、後ろも中継ぎも揃ってるから比較的ピッチャーはいいから。そうですね、うん、まあ U23 のベースナインはこんな感じですかね。はい、はい、いやなんか結構選手限られるんじゃないかと思いましたけど、うん、いい選手いっぱいあります。でまあ、ここからね社会人の選手とか大学生とかがもう入ってくるから、はい、もうちょっとうまい感じになると思うんですけど、うん、プロだけだったらこんな感じですね。じゃあね、あのまたどっかの誰かがねU23とフル代表をパワープロかなんかで戦わせるんじゃないですか、はい、お願いします。